これ以上続けるのなら家臣探査の関係者全員を処罰することになるわ。すでに大賢者も目をつぶっていらっしゃるの。状況をわきまえてちょうだい。そんな。旅人？旅人、いきなり何やってんだよ。もし教練あれ、こいつら反応がない。あ、そうか、これが賢者たちの計画。つまりこいつらも大体。どういうこと？大賢者たちがどうしたの？パチサラは家臣様をしょ。そうね、マハールッカ・デバータ様が家臣様を記念して作っ。鮮やかな赤紫色、これって伝説にある。ほん、でもお前言ってたよな、この花は家臣が聖曲。うん、一体え、あなたたちなんか変だよ。でも分かっ、聞いたことあるかな。おう、それなら聞いたことあるぞ。オイラたちがスメール、ええ、でもあなたたちが聞いた彼の敬虔な心と英知は創新に認められた。だから一人目の賢者の前に現れる様々な不可思議な光景、それはまるで全世界の知識が具象化され目の前に現れたかのようで、彼を見とれくらいの時が経ったのかはわからない。けど、彼は自分に理解できる知識をすべて、その後、彼は創新にこう言うの。創新は微笑むと、次の瞬間、賢者は自分が別、それで、そばにいる妻がこう言うの。それから、一人目の賢者は、スメールし、つまり、一人目の賢者は物が、うん、きっと彼の敬虔な心と決意が。なるほどな、お前の考えは分かったぜ。そうなんだ、ちょうど今日の家臣探査も終わりを迎える時間だね。せっかく夢の中にいるんだから、最後の家臣の舞は少し派手に踊ってもいいかな。